AR 詩とは AR すなわち拡張現実を用いた詩のことである。本項目においては AR 詩を写真、映像芸術の一形態と捉え AR を用いた実際の展示と紙面への掲載について記述する AR 詩はニカが創始した詩のジャンルであるニカは北園活営、ニークニセイチらの具体史宣言すなわち日本における コンクリートポエトリー運動にインスパイアされて、2012年3月16日、自身のブログにて、日本具体史更新宣言を発表した。どうして、私がこの式団をカくなに、具体史だと名付けるのか、そして、ニークに聖一や北園カツエラの VOU と AS、ASA 以来、日本の具体史運動は途切れたと言われてきたけれど、それは事実ではなく、象徴化されたお葬式の中に、 具体紙は誰も気がつかないうちにインストールされて消費され続け、すり切れたので、私がそれを継ぐものなのだと、私は、あなたと、私たちへ説明するにかの、日本具体紙更新宣言に影響を受けて、佐々木正也や半現大使が AR 史を制作した。どんぶねオフィシャルガイドブックに似て、2012年の日本を発電させる。 カルチャーエネルギーベスト100の一つに AR 歌が選ばれた。NHK ラジオ、英語で読む村上春樹のテキストでは、柴田元幸による、それが t b people、表現あれこれにて、最下、多人、AR 氏が紹介された。また、文芸評論家の中澤忠幸は、東日本大震災以降の表現の形態として、和合両一と並んで、 二課の AR 詩を評価し、被災地にいたからこそできた、修羅のごとく、つながりを求める、言葉の強さと、被災を共有しきれないからこそ模索するほかなかった、子供のように、はかなく、つながりを求める、言葉の強さが、3.11をきっかけに、詩の多様性として、私たちの前に表現されたのであるとしている。角林学詩は、世界カメラによる詩作品を二回体験し、 ベンヤミンに触れながら、現実の都市空間と、作品世界の境界が曖昧になっていくような、経験を与えてこそ、拡張現実のテクノロジーを利用する意義があるはずだと、し、鑑賞者はテクストを探し求めることに必死で、世界カメラの画面に没入し、結果として、都市空間はないがしろになってしまったように思われると、批評した。一方で、東京の、フローティングビュー郊外、 から生まれるアート展で体験した2カの AR 詞についても触れ、作品外のタグを作品経験にとってのノイズとして排除するのではなく、むしろ作品に不可欠の構成要素として取り込むことこそが望ましいのではないかとした。世界カメラによって制作された作品であり、ハローキティを中心とするキャラクターや文字がスマートフォンの画面を通してふわふわと浮かんでいるように見えることが特徴である。 作品の文字をタップするとそこに文字を書き加えることができるようにリレーショナル性がある。ニカの作品は東日本大震災以降バラをモチーフとする AR が見えるようになった。これはパウル・テランの誰でもないもののバラを意識したもの表現となっている。2016年にはレイヤーを用いた AR 詞を静岡大学にて展示した。2017年 ひつくりこがつくりこ言葉が生まれる場所点にて、A 社による AR 氏の展示を行った。2018年、三田文学に AR 氏もの限界へ、私は浮遊するが掲載された。これにより AR 氏は紙媒体にも進出したことになる。作者の二課は、ウィリアム・エス・バローズや T.S. エリオットがカットアップの実践者であり、トリスタン・ザラに、 その着想の根源があったという点を論じた上で、バローズが実践したカットアップはタイプライターで印刷された文字列を断片化した後に再構成するという分解と結合にその本質が宿っています。エリオットの時代は新聞がメディア環境で重要な位置を持ち始めたように、バローズの時代にはペンからタイプライターへと作家の相棒とも言えるメディアが急速に発達しました。 バローズもサラやエリオット同様メディア環境に創作家の本会があることを直感していました。私にかがメディア環境の変化にこだわり続けているモチベーションも共通するものです。ネット環境を方法論としたモニタ紙を制作し、スマートフォンでの簡易な AR 空間の創造というテクノロジーの変化の斬新さに着目し AR 歌を制作したのは、 彼らと同じコンセプトなのです。とコメントしている。ありがとうございます。